ロクトです。実はやばいことに気がついちゃったんですよ。でもそれをここで言ってよいかどうか正直迷ってるんですよ。どうしよう、言ってもよいですか。やっぱやめようかな。あなた、本当に聞きたいですか？別に、やめておいてもよいですよ。まあ、ここまで言ったので、話しておきますが。実は、合法ドラッグで、強烈なものがあるんです。ちょっと、話題が微妙というか、できればこっそり密室で話したい、そういう話題なんですけど大丈夫ですか？いいでしょう。でもみんなには内緒ですよ。あなたが誰かに言ったらすぐに分かりますからね。蛇のような執着心であなたを追いかけますからね。それでも聞きたいというなら仕方がない。話しましょう。実は俺、怒りという感情に中毒になってるんですよ。え？何それ、感情に中毒になるって意味わかんない。もっと詳しく教えてくれませんか？はい、実は俺、怒りの常習犯でして、ロクタといえば怒り、怒りといえばロクタ、そんな風に呼ばれたくらい、そうですね、瞬間弱化式っていうくらい結構怒ることが得意なんですよ。ロクちゃん、なんか微妙、それって得意とかじゃなくてただ単に怒りっぽいってことじゃん。エキスパートとか言って美化しないでくれませんか？ああ、そうですかね。もしかしたら、あなたの言うことも、一理ある可能性は否定できませんが、さすがに成長してくると自分でも、どうにかした方がいいなって思うようになったんですね。なぜかというと、友達に、電話をしたら無言で切られて、彼女からも着信拒否されて、 LINE も既読スルーされて、取引先が他の人に仕事を頼んで、なんかはぶられてる、そんな風に思ったんですよね。そう、なんか友達が集まっているから、どうしたのどうしたのって近寄って言ったら、急にコソコソし始めたりとか、街で彼女を見かけたんだけど、俺の横を素通りしようとして、ちょっとって言ったら、あ、ごめん、コンタクトしてないから見えなかったとか、普段から裸眼のくせに言われたりとか、同業者と話していたら、実は今回何々社のプロジェクトを任され非常に興奮してるんですよって言われて、え、それって俺のクライアントじゃんって思ったり、なんか最悪の展開になってきたんですよ。どうしてだと思いますか？俺が怒りの常習者だから。いいですか？怒りの常習犯なんですよ。今思うと本当に中毒患者のようでした。知ってますか？実は感情にも常習性がある。世界中にあるどんなドラッグよりも強烈に中毒をもたらすのが感情なんです。俺はドラッグをやったことがありません。その前に薬を飲むことも好きじゃないです。病院へ行って薬を処方されたとしても、最初だけ飲んで、
あとは飲まない。余ってるので次に使えるんですよね。それくらい薬を習慣的に飲むことが嫌いです。タバコは若気の至りって感じで吸っていましたけど、今ではやめました。そんな俺が中毒になっているもの、認めたくはないですけど、感情です。特に怒りには相当ハマっていまして、幼少期は相手の言う言葉に対してとにかく怒ることが多かったですし、中学生の時は友達から面と向かって「お前すぐ怒るよな」って言われ、家に帰ると母親から「あなたその怒るのは何とかした方が良いよ」って言われて、ずっと「お前が悪い、お前が悪い」って言われ続けたんですよ。どうでしょう、あなたが悲しくて泣いたら、あなたそこで泣くのは間違ってると言われたら、あなたが腹を立てて怒ったら、いやそんなに怒るのはおかしいと言われたら、あなたが嬉しくてはしゃいだら、お前精神に異常があるよと言われたら、ひどく傷つくと思いませんか。心に大きな傷跡を残してしまいますよね。俺がかわいそうってことを言いたいわけじゃないんですけど、あ、まあ少しはあるかもしれないですね。ロクちゃんかわいそうって、まあ、もしあなたが俺のことをかわいそうと思ったら言ってください。ロクちゃんかわいそうって。話を戻しますと、それくらい俺は怒りの感情に中毒されました。なんでそんなに怒っていたのかと思われるでしょうけど、多くは相手の発する言葉ですね。あとは理不尽なことに対して、いや世の中理不尽なことばかりで、自分の思い通りになることは少ない。周りの大人たちはそう言いますよ。だから酒でも飲んでパーってやろう。それで明日から何食わぬ顔で出社してこいよ。そんな風に言うんです。まあ、それも処世術として必要ではありますけど、根本的な問題の解決になってないんですよね。そう、俺は怒りに支配されていて本当に苦しい思いをしました。高校生になると友達もだいぶ大人の考えを持つようになってきて、あまり無礼なことを言わなくなってきました。また俺もやたらと怒るのはかっこ悪いと怒りを表に出さなくなりました。そう、本当は感じている怒りという感情を見なかったことにして、俺は大人だから怒らない、これは大したことないから気にしないと感情を無視するようになりました。表面的にはうまくいったと思いました。しかし話はそれでは終わらなかったのです。怒りなどの感情をあまり表に出さなくなった俺の周りには人がたくさん集まってきました。ロクタさんの人間性に惹かれました。そういう人も何名かいました。タイプじゃない女性がやたらと寄ってきたこともあります。哲学書を読んでいた俺は人間的に成熟している思考だけ持ってました。なぜだけだか言うかというと、解決策として哲学を学び、ソリューション、まあ、つまり解決策を分かってただけなのに、全てが分かった気になっていたからです。
まあ哲学者たちも自分たちで体験したかどうかは分かりません。もしかしたら頭の中でああでもないこうでもない、これをこうだと仮定するとあれはああなると仮定できる、だからそれはそうなると仮定できるねと妄想を楽しんでいただけかもしれません。そうこうしていると体に不調が出始めました。なぜか分かりませんが内臓が痛いのです。朝起きると体に不調を感じることも少なくなく、今でもたまにあります。その原因は感情をブロックしているからでした。ブロックをしようとしてはいません。感情を感じないようにすることでしっかりと感情を認識できなかった。感じていることと行動が食い違っていたのです。意に反することをしていたとも言えるでしょう。まあ、とはいえ今の社会ではそういう人たちが多いです。特に日本人には能面のように気持ちが悪いほど感情を出さない人がいます。あ、そうそう、空港の入国審査のところにそういう女性がいました。仕事柄感情を出さない方が良いのは理解できますが、あれはひどすぎました。思わず気持ち悪いと声に出して言ってしまいました。かなり恐怖を感じる表情なんですよ。本人は自覚してるのか、今度インタビューでもしてみたいと思ってますね。怖いですよね。俺たちは感情から逃れられない、でもそれを気づかないようにしようとする、そのギャップが体に不調を起こす。長く続くと病気になると思います。これだけは覚えておいてください。あなたが自分の感情を見て見ぬふりをしても深層心理では感じているんですよ。ですからごまかしても無駄です。原因不明の病気になるだけですよ。だとしたらどうしますか。答えは X 物体にあります。